特売コーナーの方も、ここでこのまま歩いてこちらの方を押してください。特売コーナーの方もさあ、皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、2022、リカマーウイスキーにして、イン京都、第1部会場です。バリンチャーの方なんですけど、こちらでこうくるっと、親指を止めていただくと、中で液体が止まるようになっているので、このまま私がそれを受け取ると、そしたらここを離していただいて、すみません、ちょっとこちら親指をグッとお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ親指離していただいて。手が震えてますよ。貼っていただいてもよろしいですか。はい、ね、はい、そうです、ね、ありがとうございます。おー、あっかりの方もあったらありましたよ。はい、次はですね、問題を丸々と出させていただきますので、丸の方は右手、バツの方は左手をお出しください。では問題です。ジョニーウォーカーの販売量についてです。世界の180の国と地域で
販売される世界ナンバーワンの販売量のスコッチウイスキーである、丸の方は右手、バツの方は左手をお願いします。これしかないやないか。はい、それしかない。よろしいですかね。はい、はいはい、5秒前、5、4、3、2、1。はい、正解は丸です。やったー。一問だけ？やった。まさかの一問。いや全然全然全然入っちゃう。全然やん。明らかに乗っかってる。さあ。はい。もう見といてください、この僕がこの山崎純二を華麗に当てる様を。はい、優先権です。見てください、57番、また中途半端な番号ですね。こちら、さあ何が来たかな。お、でもすごい、すごいんですか。すごいですか。丸みいいんじゃない。めちゃくちゃ良さそうです。来たんじゃない。感じです。来ますか。短い感じでいいんじゃないそれ。感じです。感じです。来た。行きますよ。はい。三、二、一、ど。富士山六。富士山。富士山六シグニチャーブレンド。ありがとうございます。ないない。この。コバル来ました。マコさんの好きなブランド。コバル来ました。コバル来ました。さあ行きましょう。コバル行きましょう。シカゴ。はい、キリンウイスキーになります。はい、あの禁酒法以降初めてシカゴで開設された蒸留所らしいです。2008年ですよね。はい。あ、その詳しいですね。詳しいです。詳しい。いろいろあったんで。いろいろ。ではどれ行きますか。そうですね。こちらは一度のとこなので、ないと思って、ないと思って、じゃあ僕もないと思います。大丈夫だから安心感がある。では、いただきます。先輩、先輩ちゃう。乾杯です。はい。甘い。これはいける。飲みやすい。飲みやすい。これはこれはいける。これはいける。どれはいかれへんねや。好みの話なんですよ。どれはいけないんだ。これライブウイスキーいいですよ。どれはいけないんだ。いや、そんなことありえないです。これ本当にうまいっす。うん。綺麗ですね。これ綺麗だ。何が綺麗なんですか。澄んでるし。甘みクリアが。甘みは雑味がないっす。で、甘みをクリアで。ライブウイスキーとか、まあ、あっち系のアメリカの独特な匂いはしっかりしますね。こっちバーボンも飲んでたんですか。バーボンはちゃんとバーボンなんだ。ちゃんとバーボンなんで、はい、どういうことですか。キリじゃないんだ。なんか含みがあるな。じゃあ僕はドライジンじゃない。僕はドライジン。じゃあ、乾杯です。乾杯。あー、ジンかペリー。すげえ。香りうめえ。香りうめえ。いや、このバーボンすげえうまいっすよ。香りが。香りからうまい。これはすげえよ。15時30分までに必ずお支払いの上、あ、なんだ、待つ、待つみたいな。一部の文章を一緒に、ここで受付ブースへお待ちください。15時30分までにお支払いが確認できなかった場合は、面白いです。させら扱いをさせていただきます。あまりが15時20分までに。なんでこんなになるんだろう。バーボン臭いです。切っております。けど、いい匂いです。ですので、皆さん、お早めにお支払いくださいませ。ウイスキーの製品券をお持ちのお客様。ありがとうございます。
15時30分まで、改めましてグレンターナーのクルーズに来ております。はい、はい、ですね、グレンターナーですよ皆さん、コスパ最高のレースでございます。こっちのカメラも見て、大変だ、忙しい。今回は二次元中継になっております。まだ飲みますか？まだ飲みます。カメラマンが上行って、じゃあちょっとカメラさん、はい、行きます。じゃあ行きます。はい、行きます。もういい香り、甘い。あ、飲みますよ。これってどれですか？ラブカスフォートカスクなんで甘さがすごい際立ってる。なるほど、シェリーですね。はい、これはね、ハイボールでもいいかもしれない。うちの動画でもね、紹介させていただいて。非常に美味しい。10年とかでしたね。ありがとうございます。続いて12年。ああ、ちょっとまた違うニュアンスですね、香り。すっきり。そうですね、まあ、やっぱり深みが出ますよね。熟成させてる分、ウッディーな感じといいますか。気軽の香りが少しします。割とね、いい感じです。あ、ちょっとスパイシーさがある。好きなやつだ。これ好きなやつだ。いい。欲しいですね。あ、これです。来ないで大丈夫か。ありがとうございます。いや、ちょっともうちょっとだったら、もうちょっとだって美味しかったら鳥肌立ったかもしれない。ありがとうございます。はい、というわけでですね、はい、今回はピカーマウンテンさんのウイスキーメッセ2022にお伺いしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。なかなかですね、大盛況の中、本当に子供を駆け回ってるねっていうところ、ほのぼのした場所で撮ってますから、はい、中でやはりですね、我々ブレンダーさんの直接のまあこう、ね、ご意見など賜りつつ、そしてやはりお声がけいただいた方々などですね、あの本当にありがとうございました。我々ですね、引き続きビアスチャンネル、はい、モスターハイボールクラブ続けて頑張っていきたいと思いますので、まあ、今回バッタリあったわけなんですけれども、はい、はい、バッタリかな、すごいらしいな。引き続き継続して仲良くやっていけたらなと思う次第です。今回の動画がですね、いいと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。ハイボールクラブでした。